本郷孝二郎、本郷孝二郎、本郷孝二郎、1938年2月15日から2013年2月14日は、日本の俳優、岡山県出身、岡山県立岡山朝日高等学校、立教大学文学部英米文学科を卒業、古城との夫、長男、本郷新一郎と、次男俳優の本郷総二郎の父、 岡山県岡山市表町、現、岡山市北区表町に、金物屋の次男として生まれる。大学では、柔道部に所属。おばが黒帯を締めた、本郷の写真を、いつも持ち歩いていて、たまたま叔父の友人だった、大栄の重役、松山秀夫の目に留まる。大栄では、藤田進や菅原健治に続く、柔道スターを探していたため、松山がその写真を、おばから借りて、 社長の長田正一に見せたところ、すぐに連れて来いとなった。本郷は冗談めかしてその時のことを、拉致されたと笑っている。大英本社で、松山と監督、市川昆に面接されたが、市川を知らず、俳優になるつもりもなかったので、日本映画はつまらないから見ませんとはっきり断ったが、どうしてもやってくれと、説得さ、最終的に、柔道映画なら仕方がないと引き受けたという。 大英演技研究所に入所し、第十二期大英入フェイスとして1958年に入社、行動館に日は昇る、1959年で菅原賢治に次ぐ順役として映画デビュー。柔道家の役は、この他にも千葉新一主演映画、空手馬鹿一代、1977年で演じており、作中では、プロレスラーのエディサリバンや鶴見ゴールを相手に、 柔道技を披露し、行動間に日は登るで行われた若草山での撮影では、立ち回りのシーンのために地面にマットが何枚も敷かれた。これを見て、それ何に使うんですかと尋ね、ここに投げられるんだと言われたので、下は土だからそんなものいらないと答えた。これを聞いた、監督の田坂勝彦が狂気して、菅原から連続7本投げ続けられる場面をワンカットで撮影。 それまでの柔道映画は全て吹き替えで、俳優が実際に投げられる例はなかった。これを見た、長田も大喜びし、この男をスターにしろ、と号令をかけた。こういった意札で、一躍スターとして売り出されることになったが、本郷自身はスターになってくれと言われてなったが、自分自身では努力も何もしていない、自分では俳優への憧れどころか別になりたくも、何ともなかったんですと語っている。 長田の声がかりに加え、当時の大英は若手男性スターが不足していたこともあり、その後立て続けに映画出演をこなし、時代劇も現代劇もこなせる若手スターとして売り出される。1961年には日本初の 70mm 映画、釈迦の主演に選ばれるまでになる。同じ大英の先輩、市川雷造には弟のように可愛がられ、 共演も多く時代劇の所作を教わった。まだキャリアの浅いうちに主演が決まり、どうしようかと悩んでいると、市川昆には、まず台本を覚えてしまえと助言を受け、かつ新太郎には、台本なんて覚えなくていい。まず役に入ることと、正反対の助言を受けて混乱したという。大英時代は、目が回るような、忙しさで、撮影が押してくると、スタッフと共に、楽屋で雑魚寝、 よく早朝にロケ、終わるとその足で即次の撮影現場へ向かうことも、珍しくなかったと当時を振り返る。文芸映画志向が強く、会社から、大怪獣血統がメラタイバルゴン、1966年、への主演を通達された際には、受け入れられず、雲が暮れして何日もホテルに泊まり込んでいた。他の俳優は、蜘の子を散らすように逃げたそうで、 私だけが捕まってしまったと笑っている。化病でごまかそうと、大阪のホテルから、僕は重病なんですと本社に電話したところ、本当に重病ならと、本社の制作部長と課長が見舞いに来た。慌てた本郷は、知り合いの医者に電話して看護婦を呼び、栄養剤を注射してもらって布団をかぶり、重篤な芝居を打った。これを見た課長が枕元で、あきまへんは本郷の病気は、 本物ですわと電話したという。が、治るまで待つからと言われ、最終的に説得されて出演する。続いて、大魔人を起こる、大怪獣空中戦、ガメラ対ギャオス、ガメラ対宇宙怪獣バイラスと、子供の映画への出演が続き、だいぶ乱んだというが、平成になって、ガメラ大怪獣空中決戦、1995年に出演。あの頃ガメラをやってた。 本郷さんに出てもらおうって話が来たと聞いたときは嬉しかったと言い、かつての自分を思い返し、感慨無量の思いだったと語っている。これ以前は自分のプロフィールにガメラ映画のタイトルは入れていなかったが、会う人に必ずガメラや大魔人が入れてませんねと言われるので、以後は入れることにした。まさかこんなに時代に残るとは思ってもみませんでした。 今ではもう財産になってしまっていますからねと語っている。1969年まで大英の主演スターとして活躍した後は他社の映画やテレビドラマに活動の場を広げる。特捜最前線の立花警部役は9年間に渡りレギュラー出演し代表作の一つとなった。また大河ドラマ武田信玄では甘利虎安を演じた。 2004年、突然の脳梗塞で倒れ意識不明の重体となったが、リハビリを継続式的に回復。しかし、これ以降表舞台から退き、事実上引退状態だった。2013年2月14日、心不全のため死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。